Thank you.
モンドは来る時を間違えた。拠点内の敵配置も記憶と違っていた。どうやらロレンはここに兵力を集中させていたみたい。モンドが一人で橋を渡るためには端末にハッキングする必要がある。でもこんな状況で駐屯地に深入りするのは悪手でしかない。私だってモンドがロレン兵に蜂の巣にされる姿なんて見たくない。だから前もって周辺の敵を倒しておいた。モンドが現れ、私は彼を連れて橋を渡った。橋の昇降システムを壊したから、しばらくの間は西から敵が追ってこないと思っていた。だけど戦いは終わっていなかった。ロレンの援軍が東からやってきて、私たちの進路を塞ごうとしている。モンドはすぐに私の正体に気がついた。私たちはスムーズに作戦方針を決めることができた。難民者の到着までまだ時間があるけれど、刻一刻と変わる戦況の中で今回は難民車に乗れるのだろうか。
私たちは最速で包囲網を突破したけれど、難民者にはやっぱり間に合わなかった。ロレンのスノーモービルで包囲網を突破するしかない。モンドは相変わらずセーフハウスで他佐と合流することにこだわっている。まるで他佐を起死回生の蜘蛛の糸か何かだと思っているみたい。だから私はもう一度あの分からず屋の女を説得しないといけない。ロレンの追手を完全に振り切り、セーフハウスに到着した時にはもう日が暮れていて、アテナしかいなかった。また振り出しに戻ってしまった。アテナは私の妹を救い出す計画に反対し、私に鎮静剤を打とうとした。きっと今回も私の願いは叶わないだろう。そう思った私はこっそりその場を離れることにした。突如として現れたロレンの大群を見て、私の心は再び揺れ動いた。見て見ぬふりをする。いや、もう一度助けてあげよう。
難民者にはもう間に合わないと覚悟していた。でも包囲網を突破し、無事難民者に乗ることができた。でもそれは他者を説得して支援させる必要があることを意味する。日が暮れる前、ジェバンがまだいる間にセーフハウスに到着することができた。ジェバンは想像以上に気難しい男だった。私が手を変え品を変え説得しても聞く耳を持たなかった。敵が攻めてくる、すぐにここを離れないと。ジェバンの指揮のもと鉱山に着くと、すでにロレン軍隊が捜索していた。やはり以前のジェフティの経験に頼るしかない。